はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケディです。ザ・ロングダークの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、この農場に、着いたんですけども、そしたらこの囚人のホップズさんに会った感じですね。で、話をこう聞いてみると、アストリッドとこう一悶着、あったみたいですね。で、アストリッドはトンネルの向こう側に行ったと。で、ホープズさんにこう刺さっていたナイフをどうするかっていう選択になったんですけども、まあ、一応助けるという選択を取った感じですね。で、これが良かったのか悪かったのか、で、あとは、マザーグレイさんに頼まれていた、セーフティーボックス、銀行のセーフティーボックスの鍵を取ったんで、早速銀行に行きたいところなんですけども、多分まだ、天気が悪いような感じがするんで、とりあえずアイテム回収ですね。いやー、この、ホブズさんを助けたことがどう影響するか。裁縫セット。捻挫のリスクか。これ本が結構重いですね。電気料金のお支払いについて、バーカードのここに住んでた人かな、お支払い期限が大幅に過ぎております。再三にわたりご請求申し上げておりますが、責任のある返答もなく、未入金確認、確認日現在において、ご入金の確認ができておりませんので、電力サービスのご利用停止させていただいております。すごい、ドローン配達とか。お菓子。
ピーナッツバター900カロリーもある。これはちょっと持って帰りたいな。どれか捨てないと。でも持って帰りたい。探すのを手伝ってくれてありがとうございました、モリーは狼に追われていたようです、怪我をしていましたが、大事には至らないと思います、狼は震災後に数を増し、ますます町に近づいてきているようです。あなたも十分気をつけてください、あなたの自然への思いは理解しているつもりですし、あなたなら必要に迫られても、狼を撃たないとは思いますが、狼は大きな音を嫌うと聞きました、道路作業用の発煙筒、あ、一応ヒントが書かれてあるんだ。フレアですね。塩クラッカー、これを持ち帰れれば、だいぶマザーグレイさんの食料、冷蔵庫のサイドクエストですか、予備の物資。保つ。これはちょっと修理したいな。ワイシャツ、つまらない仕事で着る用の、シンプルなコットン製のワイシャツ、ここでコンピューターが使えないのは助かる。つまらない仕事。合成繊維で作られた冬用のジャケット、高い防水性があるが、断熱性はあまり良くない。やばい、
体が重くなってきたな。ハイキング靴。ランプを消して暗い。まずはなんだこれ、濡れている。こういうのもあるんだ。とりあえずさっき取った、ウール製ミトン修理。あ、こっちの方があったかい。じゃあこれは、解体。あ、いや持ってた方がいいのかな。アイテム持ってないですもんね、重くて。マフラー。いや、これは、状態が良くなったところであんまり良くないような気がするんで、解体。ジャケットどうなんだろう。一応修理してみて、ああもう一回。こっちのいいですね。これ、あ、でもこれ一応残しておいて、これはいいかな、解体しても。ワイシャツ意外に耐風性が。あー、でも、でもいらないかな。音声ないですもんね。あ、待てよ。これ、ちょっと修理してみようか。意外にワイシャツ。耐水性かな、これは 0%。 あ、いらない。
いらない。大体同じかな、マッケンジーのブーツと、ハイキング靴大体同じですね。じゃあいらないかな。ランニングシューズもいらない。ちょっと一眠りして、8時間ぐらい。よし。ウサギの、なんかウサギのなんかアンロックしたな。天気はだいぶ回復したけど、あ、罠にかかってる。どうやって、どうやってこれ、あれ取れないよ。取れないな。作業用手袋。あ、残念ながら保温性のことは考えられて作られていない。
あ、オオカミいる。なんか体が前に進まない。やべ。すんごい近くで聞こえるんだよな、遠吠えが。体が前に進まない。多分これ向かい風の影響もあるのかな。バールも取ったんで、車のトランクとかですね、あとあのロッカーとか、良い状態の運転用手袋、寒い場所ではあまり役に立たない。で、確か、これだ。I think I can use this. お、軍靴？戦地で履くことを想定してデザインされた靴。冬用に作られていない。
のは残念だ。丈夫な革製で足首まで保護してくれる。動物に噛まれてもそこそこ耐えられる。ああ、防御が高いのかな、もしかして。ここわかんないですよね、まだ。あれと同じかな、ここと。大金庫。193008。今どっか、カチってならなかった今。あ、これで、自力で探せと。あ、4?3?よし。こんなんでいいんだ。Feels like a lot of gear. いや、大したもの入ってない。で、何番だっけ ?15?15 か。あ、マザーグレイのセーフティーボックス。What have we here? よし。体が重い時に狼とかに襲われたらひとたまりもないですね。よし。で、まずは、薪置き場。本全部入れちゃって、これでいかないかな。あー、ちょっと足りない。石炭。待って、重いもの入れよう。これで、どうですか?あ、よし。薪置き場は OK。で、食料も結構取ってきたんで、重いものから、重くて、状態の悪いやつ、これでどうかな。まだ足りない。全部入れる感じでいいかな、じゃあ。これで。
あ、あとちょい。これで、完了したミッション。なんかもらえるとかじゃないのかな。あ、マッキーのコート。明らかにカナダ風のテイストが入った厚手のウール製コート。ハンターや木こりに愛されている。これがもしかして報酬かな？サイドクエストの。あ、かなりいいんじゃないですか。耐水性 40%。ちょっと修理して。うん。よし、じゃあこっちを着て。To get into the bank and... Did you find it? Here's the safety deposit box you asked for. I still don't... Shh. Please. Give me the box. Jewelry? I don't understand. You said this would help me find it. It will. Outsider, it will.I need to find my friend. Do you think you'll be okay here by yourself? You've done more for me than you can know, Mackenzie. These pearls were my lilies. この真珠はリリーの持ち物だった。Across anyone in the farmhouse or bank that seemed like a lily. Lily was. もし亡くなってるのかな。It doesn't matter. Did you get confused in your?Foggy gray memories. Maybe you thought Lily and my friend were the same? I'm sorry, Mackenzie. I thought I was helping you. It's okay. I don't think you're in any danger anymore. You should have enough supplies to last a while now. I'm sure help is on the way. Now that I have her pearls.Lily's things. What? Sorry, I don't understand. I needed the pearls to remember her, but now you can take her. 彼女の遺品を持っておいき。In her old room, her climbing gear, her maps. They can help you get out of Milton. 山脈をこれのに使える。You mean there's another way out? Yes.リリーは登山家だった。Never mind that. Take the rope, the map, follow her path. It'll lead you out of Milton and deeper into the mountains, north, towards Perseverance Mills. Okay. If you're sure. Thank you. Now lead me to my memories, outsider. Go out there and find your friend.And don't stop to think about Milton or Greymother again. We're of the old world. This new world is for the strong to survive. もう第4章、失楽園。リリーのトランクの鍵。
記憶。Lily. Who was she? 娘さんとかかな。You want to understand Lily's story? Man who fell from the sky. I think I know enough about Lost to understand why you wanted her pearls. Then take them. To Lily. 真珠をリリーに届けておくれ。Lily's still here? In Milton? Why didn't you say so? Go find her.Take the pearls and give them to Lily. And then I can rest in peace.新しい目標、リリーのトランクから登山用具を回収しよう。新しいミッション。最後にもう一つ頼みたいことがあるようだ。リリーの墓へ行こう。これだ。うん。登山用ロープ5キロもある。ボロボロの登山用靴下、丈夫で耐久性があり上質なウール製の靴下、リリーの地図、ミルトンの郊外にあるクライミングエリア、ここだ。ちょっと待てよ。これ5キロまで一回閉まって、まずその、お墓とかですね。この辺もちょっと閉め、これでも27キロ。うん、あったかい。登山用の靴下。あと包帯作って。で、霊視キノコ。暗い。
霊視者、これ3個ですね。水がない。飲料水まず飲んで、霊視キノコ、これで、薬用植物を見つけて採取し加工しましょう。うん、サバイバルの基本完了。これまたなんかもらえるのかな。もらえない？一眠りして暗い。何ももらえないのか。うん、はい、そうですね、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。